石原香織のキャリーアップ。皆さんこんばんは、石原香織です。この番組は私石原香織がラジオパーソナリティとしてスキルアップ、リスナーの皆さんと一緒に経験を積み重ねていくエクスペリエンスラジオです。はい、ということでいつの間にか3月にもなっちゃって、3月7日ですって。ってことはもう今週末ライブじゃないですか。おめでたい、おめでたいけど内心ちょっとハラハラしてますよ。私はもうびっくり、なんか来ましたね。なんかさ、去年は2月20日だったかな、ライブだから2月中だったと思うから、なんかまあね、なんか結構なんだろう、こう2月入ってもまだまだあるしなぐらいの気持ちでいたんですけど、いつの間にかさやってきちゃってね。本当にリハーサルもまあもちろんもう始まっていてやっているんですけれども、ちょっとね、あの例年よりもやっぱ数がまだ現状ですよ、3月7日現在じゃなくて私の今の現状、まだねあんまりいっぱいやれてはいないので、はてはてどうなることやらみたいな感じになっているんですけど、きっといつもそんな感じだったなって思っていますので、きっと本番の時にはね、多分あの何も心配事もなく多分やれていると思うんですが、まあ、今回はですね、まあ、いつもよりもちょっと複雑な作りをしておりますので、そこら辺で頭がこんがらないことを祈りつつ、そしてみんなと楽しい時間を過ごせる一日にできたらいいなっていうふうに思います。本当にライブ久々なので、皆さんと一緒に楽しいことをねやっていきたいなというふうに思いますので、皆さんぜひ一緒にね盛り上がってもらえると嬉しいなって思います。それではじゃあ早速も始めていきましょう。エンディングまでキャリーアップ石原香織のキャリーアップ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。改めましてこんばんは、石原香織です。まずは皆さんから届いたメールを読みます。はい、こちらはラジオネームロゴルーさんからです。ありがとうございます。ケリさんこんばんは。こんばんは。リスアニザビギニングの動画見ました。声優になるためのオーディションのオーディションを受けた時のエピソード、キャリーさんの音楽好きになったきっかけとなった車の中でのご家族の合唱タイム、お渡し会の話、自分らしさの話などを聞いてて、キャリーさんの良さをさらに知ることができました。素晴らしい動画をありがとうございます。その中でも特に話を覚えているのが得意なのがすごい、そして優しいって感じました。お渡し会って短い時間の間にたくさんの人と話されるのに、内容を覚えているのは一つ一つの会話を大切にされていることですよね。またまたケリさんの心温かさを感じるエピソードを聞けてよかったです。ケリさんは会話した内容を覚えるのが得意ですが、キャリーアップのふつおたや演じたキャラのセリフみたいに文章を見て読み上げた内容を覚えるのは得意ですか？このリスナリの動画を見てケリさんをこれからも推して私も元気をもらったので頑張ろうと思います、とのことです。ありがとうございます。あ、そうね、リスアニザビギニングの動画上がってましたね。あれ実は結構前に撮っていて、もうとっくに私はもう世の中に出ているものなのかと思ったんですけど、なんかこう違ったんだと思って久々に見たら、あ、こういう話してたんだなっていうのがあってね、なんかねちょっとなんか懐かしい感じがしましたけども、そうですね、本当に短い間にいろんなお話をさせてもらいましたので、ぜひまだ見れてないよって方はぜひ見てみてください。 YouTube で確か見れたと思いますので、ぜひぜひ。そしてそうね、会話したこととかはね結構割と覚えられるんですよ。でもなんか思うのは、ちょっとやっぱり大人になるにつれちょっと覚えられる率下がったなって、ちょっとやっぱ感じるやめていやね、なんかうん
まあまあまあ、確かに、まあ多分でもそれよりでも人よりは覚えてると思う。結構やっぱりみんなに驚かれるし、あの話さあれしたじゃんって言ったらさ、大体みんな忘れちゃってるから話になんないんだみたいなこと結構多かったりとかもして、お互い会話になんなくてね、そういうことがあるから多分覚えてる方なんだけどね。うん、でもね、この文章を読んで話した内容は全然覚えてるんですけど、その文章の内容をパッと思い出せが一番苦手なんですよ私。だから誰かがほらあの時のさって言ってくれたらわーって出てくるんだけど、それまでのあのセリフとかの内容とかって一文字一文字正確に覚えるっていうのがすごい苦手。もうだからもうね、もう諦めたんですよ私は。だから本当に練習積んでいっぱい言って音で覚えてたら全然スラ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 って覚えたもの出てくるんですけど、たまに超特殊能力みたいにいるじゃないですか。なんかテスト前とかにこうやって見たの絵で覚えてテストでできるって人、私あれもう本当できないんで、それ学生時代めっちゃいいなって思ってました。私はだからちゃんと授業を聞いてないとあダメなタイプなんで、もう授業中寝れないと、とにかく寝れなかったんですよ。まあ寝なくてよ、ね、学生は勉強しなきゃいけないんで寝ちゃダメだとは思いますけどね。なのであの本当にどうしても寝る時間がなくて寝不足で寝たいなっていう日は、私はボイスレコーダーを回して授業中寝てましたからね後から聞くっていう、それくらいね、こうやって見てやるのが結構ね、ちょっと私はちょっと苦手かもしんないですね会話は覚えてるんですよ。そうだからね、これラジオとかでもなんかね、きっかけとか言ってくれたらあーって出てくるんですけどね、基本なんかあなんだっけみたいな感じにはなっちゃうかなっていうふうに思いますね。ぜひ皆さんのサポートをお願いしますね。メールでこれですよっていうやつ。ではでは、じゃあ続きまして、ラジオネーム豊下さんからです。ありがとうございます。香里さんこんばんは。こんばんは。先日決定発表があった東京ミューミューニューのマシャ役は口癖がデアールみたいですね。社畜さんは幼女幽霊に癒されたいのリリーも語尾のですや、吸血鬼すぐ死ぬのターちゃんの語尾のあるも印象に残っています。口癖があったり語尾が特徴的なキャラは記憶に残りやすいですよね。ところで香里さんの口癖といえばなんだっけのイメージなのですが、それ以外で自覚している口癖は何ですか。そしてぜひ使ってもらいたいと思うようなリスナーに広めさせたいご自分の口癖はありますか、とのことです。ええ、あるかな。あ、まずときみみありがとうございます。そうなんですよ、マシャ役としてね出演させていただくことになりました。あの当時小学校2年生だった私がずっとずっと大好きなね東京ミューミューにね、こうやって携わることができて本当に嬉しいですよ。やっぱ当時見てたやつってこう、ね、リメイクするかなんてわからないじゃないですか。しない可能性の方が高いしね、こうね奇跡的にリメイクさせていただいて、そして関われるなんて本当になんかこんなことあっていいのかっていうぐらいね、めちゃめちゃ嬉しいですね。しかもマシャはなんかこうなんていうの、マスコットキャラなので結構自由度が高い感じなんですよ。なので毎回収録本当に楽しく自由に、これでもいいのかなっていう風に、こんなのしちゃってもいいのかなみたいな感じで遊ばせてもらっていますので、ぜひね放送まで楽しみにしていただけたら嬉しいなっていう風に思いますね。そうね、でも確かにこの豊下さんが言う通り、割と去年今年にかけては口癖が割とあるタイプ、まあ、リリーちゃんですってそのカタカナで漫画とかでは描かれているんですよ。でそれをどう表現するかみたいな、まあ割となんか、あでも出てくるまで待った方がいいのかな、ちょっとね言えないですね、ちょっとなので秘密です今だとターちゃんしかねないんですけど、ターちゃんどっちかっていうとあるっていうよりもなんか割と言葉遣いが悪いので、もう印象残ってる方がいるのかなっていうふうに思いますね。本当になのでキャラが今年は結構割といろんな面白いキャラに出会えてすごくいい一年だなっていうふうに思いますね。そして自分の口癖、いや分からん、何なんだろう、なんだっけはね自覚あるんですよ、やっぱ言ってんなみたいな。でもあるかな、そんな他にこういうなんか漫画的なの口癖はないじゃないですか、日常的に使う。いやびっくりするし、ね、みたいな、どうしたのってなっちゃうんでね、さすがにないんでね。なんかでもやっぱ口癖って自分では無自覚で使ってるじゃないですか基本的には。だから
もしね、あのリスナーで聞いてくださってる方でこれそうだよってやつありましたらね、私に教えてほしい。封印するかもしんないし使い続けるかもしんないし、わかんないんで、なのでね、広めさせたいご自身の口癖は今んところないです。すいません、ないです。すいません、自覚できてないからね。ぜひ、なので、あのもし、あーこれじゃないかなって思い当たる節がありましたら送ってみてください。お願いします。そしてもう一枚いけそうだな。ラジオネームみそめんさんからです。ありがとうございます。ケリさん、こんばんは。こんばんは。先日横浜に用事があって、今回のライブの開催地である県民ホールを見てきました。ついて周りを見ていると、自然とライブが楽しみになりドキドキしてきました。時間がなくて横浜中華街は回れなかったのですが、ハンドインハンドのスペシャルムービーの最後のカットの場所は行けました。ライブの前日には現地にいるので、ゆっくり散策しようと思っています。解放に乗っていた場所には行こうと思っているのですが、それ以外にキャリさんが気になったところがあれば教えてほしいです、とのことです。 ありがとうございます。そうなんですよね。すごい、でも県民ホールまでね、用事があって行ってくれたんですね、ついでにっていうことで嬉しいです。そうですね、中華街、私はどっちかっていうと中華街が基本メインで行ってて、最後の最後にちょっと県民ホールに行くって形にはなっていたんですけど、そうですね、解放に乗っていた場所ね、はぜひね行ってみてほしいと思います。照らし合わせて見てみるのも楽しいと思うし、なんか手相占いみたいのをやってるんですけど、解放の中で結果とかも書いてあるんですけど、そこもねすごい私的にはとても面白かったので、占いとかが興味ある方だったらぜひそこのね占いに行ってみるのもいいのかなっていう風に思います。ちなみに解放に乗っていた場所以外はですね、私はちょっと行けてないんですよ。基本全部行った場所は全部写真撮っていて、割と全部乗っかっているっていう感じなので、なので私もね詳しくないんですよ、中華街、あ、プライベート中華街は。でも行ったの小学生で、ちょっとあんま記憶がなくて、なんか近くに公園なかったかなみたいな、あるよね、あ、山下あれ山下公園っていうのか、やばい、神奈川の学校行ったのね、本当に行ってないんですよそこら辺、だから全然わかんなくて、なのでまあでも公園、そうだね、もう何年前の話かわかんないんですけど、当時の私にはすごい大きくて綺麗に見えたので、ぜひね、そこら辺の公園にもゆっくりしに行くのもいいんじゃないかなというふうに思います。ぜひぜひ行ってみてください。はい、ということでこの番組では皆さんからの普通歌をお待ちしております。私に聞いてみたいこと、話したいこと、何でも送ってください。ではでは、ここで一曲、今日は私のニューシングルチェリッシュをラジオで初めてオンエアします。社畜さんの PV で少しだけ聞くことができるんですが、楽曲としてお届けするのは初ですよ。ぜひ皆さん聞いてください。それでは聞いてください、石原かおりでチェリッシュ。
石原かおりがお届けしているキャリーアップ。ここからはいよいよ開催が今週末に迫った石原かおりライブ2022スターキャストを盛り上げるスペシャル企画をお届けします。題してライブスターキャスト直前、ここ見てここ聞いて一番星。はい、ベガとアルタイルの2日間違うコンセプトで行う今回のライブ、その初日ベガの本番まであと5日です。キャー、いやー、残すところあと5日。やばい、私はどこまでライブの体に持っていけるのか非常にドキドキしてますが、仕上がっていけてるでしょうか。非常にね、緊張しますが、ちょっと頑張っていきますよ、ここから。そこで石原かおりのライブを楽しむための一番星ポイントを私が直々に伝授していきたいと思います。シングルスターキャストリリースした時にも一番星ポイントをお伝えしたんですが、今回はそのライブバージョン。先に言っておきますが、ネタバレは絶対しません。多分しない。当日を楽しみに待ってくれる皆さんの期待を最大限に高めるちょうどいい塩梅で、ちょうどいい塩梅で、クソメモっとこ、これ塩梅で話していきますからねはい、大丈夫かなまあいけるわよ。それでは早速ね、やっていきましょう。ライブスターキャスト直前、ここ見てここ聞いて一番星スタート。まずは最初、ライブスターキャストの二面性一番星。皆さんね、ライブの特設サイト見てくれましたか？ベガとアルタイルの真逆ビジュアル、あれだけでもコンセプトの違いを感じていただけたかと思います感じていただけたかと思います。そこでベガとアルタイルの二面性で私が注目してほしいポイントを皆さんに教えちゃいますね。よし、じゃあこれ書くぞ。じゃあこれかな、もうこれよ、もうとりあえず、まあちょっと大げさかもしれないけどこんな感じ書けました。ではじゃあ、私が皆さんに伝えたいライブスターキャストの二面性一番星、こちらです。ドゥドゥ、全部違う。おー、これね、ちょっと言い過ぎちゃったかも。あんぱないですね。まあちょっとこれは大げさに言ったと捉えていただいていいんですけどまあまあ、でもね、正直そうだね、今までのライブとはちょっとやっぱ違うんですよ。何が違うって、あー、どこまで言おう。まあ、そうだね、曲が割とそのベガとアルタイルで結構違うっていうのがまずポイントですね。そしてここまで言っていいのかな、ちょっとネタバレすんなよって怒った方すいませんあとですね、カバー曲があります。しかも4回公演全部違うカバー曲を行います。まあそういう意味で全部違うっていう意味ですね。本当にね、まあまあ大変ですよ、今練習中ですけど。まあまあ大変ですけど、これはきっと皆さんに喜んでもらえること間違いなしというね、差になっていますから。コンセプトの差もなんか、そうですね、いろいろやっぱりベガはベガだしアルタイルだなって感じのところが、もう端々と使う、ほとばしってますよ、もういろんなところで。なのでそこら辺をぜひね、これもそうかなってね、ぜひね、1回目の公演ベガの方を見ていただいて、アルタイルの方も気にしてみていただけると、ウォーってなるかもしれないので、もうみんな目が忙しいと思いますので、ぜひね、どっちも、はい、どっちもすごい、2つで完成って感じなので、まあ、1個ずつ見てももちろん楽しいと思いますけど、ぜひね、2つ合わせて見ていただけることを期待してますはい、ということで、絶対にね、本当にベガを見ていただけたら、アルタイルも行きたくなるし、アルタイル見たらベガも行けばよかったって後悔すると思いますので、ぜひ皆さん4公演遊びに来てくださーい。ではでは続いてはライブスターキャストのおすすめグッズ一番星。ほほー、グッズね、いや今回はね、本当にみんなでね、どうするかこうするかみたいな話しましたけど、まあちょっとね、これかな、ちょっと1個じゃなくなっちゃうかもしれないけど、とりあえずまず一番星かけました。じゃあ私が皆さんに伝えたいライブスターキャストのおすすめグッズ
一番星はこちらです。シュシュ、今回ちょっと初登場するシュシュ、これはですね、私がプロデュースアイテムなんですよ。で、実はもう1年ぐらい前から私はシュシュ作りたいんだよっていう話をしていて、でやっぱさ、女性がメインになってきてしまうっていうこともあって、そういうのもあってどうしようかなって懸念していたんですけど、今回私がちょっとやりたかったのが、シュシュに実はスカーフもついていて、こうやって結ぶとピローってリボンみたいにもなるシュシュになってるんです。で、そのシュシュを外すことができるんですよ。2つ分解して、そうするとシュシュだけを手につけたりとかもできるし、スカーフをなんかこう首に巻いたりとか、バッグにつけたり、あとムーちゃんの前出してるお人形とかあるんですよ、あれにつけたりとか、いろいろこうできるように、ちょっとねすんごい工夫して作りました。柄とかも自分で考えたりとかもしたりとかもしたりとかもしましたので、ぜひねそれを楽しみにしてもらいたい。あと言うとね、ちょっとライブ会場で多分ペンライトは今回あった方がいいと思います。今回の仕様の方が多分いいと思います。なのでペンライトもぜひゲットしてほしい。じゃないとなんか一人置いてけぼりになる可能性あるので、ぜひペンライトも持ってください。はい、ということでそんな感じになります。他はねホームページぜひ見てほしい。他も正直いっぱいあるんですよ。もう可愛いのとかいい感じの、もういいのがあって、正直1個2個あげるには厳しい。もうどれもいいので、ぜひねくまなく見てもいただいて、自分がいいなと思うのをゲットしてみてください。そして続いてはラスト、ライブスターキャストの前日ナースが仕方一番星。いやね、こうね、そうなんですよ、ライブ当日をね 120% 楽しむために、私がねどうやって、私のってなくて、あ、みんなのか、これ、あ、みんなの、あ、ずっと自分の過ごし方説明するのかと思った。あ、違った。いや、ちょっと待って、じゃあ考えるわ。みんながねどうやって前日過ごしていければいいのかっていうのをね、じゃあ私がちょっと考えますから、いきますね。ちょっと自分で考えちゃったよ。こうでしょ。よいしょ。はい。あ、ちょっと日本語間違えた。はい、できました。ということで、私が皆さんに伝えたいライブスターキャストの前日の過ごし方一番星はこちらです。楽曲予習、そしてのイメトレで、あとはもうゆっくり休む、もうこれに限りますよ。もうこれほぼ私と同じことやってますけど、皆さん私と同じことやろう。何来るかなとかさ、曲いっぱい聴いてね、でとにかく早寝する。みんなもうライブやっぱりなんだかんだ来たりとかね、寒かったりもすると思いますので、疲れると思いますので、体力崩さないように休むことを大事にしてくださいということで、これでねきっと多分みんな当日一緒に私と楽しめると思いますので、一緒に盛り上がっていきましょうねということで、いかがでしたでしょうか。まあネタバレなのかな、ちょっとわかんないけど、まあちょっとだけ許してくださいね。でも本当に楽しいライブにしますので、ぜひぜひ期待していただけると嬉しいなっていうふうに思います。ということで、改めて石原かおりライブ2022スターキャスト初日となるベガは今週末の3月12日開催です。チケット情報など詳しくはライブの特設サイトをご覧ください。以上、ライブスターキャスト直前、ここ見てここ聞いて一番星でした。石原かおりのキャリーアップ。続いてはキャリーインフォメーション、今週の情報はこちら。私のニューシングルチェリッシュが4月27日に発売します。こちらは私も出演させていただく4月から放送スタートのテレビアニメ、社畜さんは幼女幽霊に癒されたいのオープニング主題歌です。そして本日ラジオオンエア後にはジャケット写真が公開になります。各法人別のオリジナル特典絵柄も決定しましたので、ぜひチェックしてみてください。またチェリッシュのワンコーラス音源を YouTube ショートでアップしますので、こちらもぜひチェックしてみてください。さらにカップリング曲も決定しました。タイトルは
リメンバーハート、リメンバーラブです。今回のこちらの楽曲はとてもね、切ない、そして甘酸っぱい、こう心に染み渡る曲だなっていうふうに思います。こちらもぜひ楽しみにしていてください。そしていよいよ今週末はライブ本番です。3月12日土曜日、立川ステージガーデンで石原香織ライブ2022スターキャストベガ。3月27日日曜日、神奈川県民ホールで石原香織ライブ2022スターキャストアルタイルを開催します。それぞれ違うコンセプトのライブになります。両日昼夜の合計4回公演、詳しくはライブ特設ページをご覧ください。また石原香織フォトブックターミナルの発売が3月10日に迫っています。はい、声優グランプリで約4年間連載したキャリベルの振り返りと取り下ろしも盛りだくさん、発売を記念したオンラインリリースイベントもありますよ。詳しくは声優グランプリの公式ウェブサイトをチェックしてください。最後にファンクラブ情報です。石原香織のファンクラブハンドインハンドでは楽しいコンテンツが随時更新されています。皆さんのご入会をお待ちしております。詳しくは石原香織オフィシャルサイトのファンクラブへどうぞ。以上、キャリーインフォメーションでした。石原香織のキャリーアップ。夏が終わって恋を迎える、お送りしてきました石原香織のキャリーアップ、エンディングのお時間です。さあ、いろいろスターキャストのライブの話とかをしてきましたけど、本当いよいよって感じですね。もうめっちゃ楽しみ楽しみ楽しみなんですけどね。やっぱりなんかいろいろお話ししたので、きっと皆さんいろんなことをきっと今頃考えてくれてるのかなと思うとすごく嬉しいですし、その予想をね、はるかに超えられるようにちょっと私頑張ろうと思いますので、ぜひぜひ週末楽しい時間を過ごしましょうね。そしてグッズもきっと皆さんにも喜んでいただける形になっていますので簡単言わずのね、ぜひぜひお手に取っていただけると嬉しいなっていう風に思います。さてさて、今日のステッカープレゼントはですね、実は読ませていただいた3枚とも住所がなかったので該当者なし。悲しい、みんな住所書いてよ。あと本名ないとね、見つけられなくなっちゃうので、あのね、郵便局の方が、なのでぜひね、皆さんお名前とご住所を書いてください。ステッカーあげたいので私もぜひぜひよろしくお願いします。はい、この番組ではリスナーの皆さんからメールを募集しております。ふつおたけりするあてまでいつでもどうぞ。詳しいコーナー情報は石原香織オフィシャルサイトのラジオをチェックしてみてください。メールアドレスはkyarry@joqr.net です。ノベルティのステッカーをご希望される方は送り先の住所とお名前を忘れずに書いてくださいね。また YouTube の文化放送 A&G チャンネルではこの番組のアーカイブが配信されています。毎週水曜日のお昼12時更新です。何度でもアクセスして私に会いに来てくださいね。ではでは、石原香織のキャリアップ、ここまでのお相手は石原香織でした。また来週もレッツキャリアップ、バイバーイ。石原香織のキャリアップ、この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。雨が止んで外見る君、二人のタイムリミット、帰りたくない言い訳が思いつかない。